はいどうもやってきましたズンズンチャンネルよいしょぞちょっと噛んでませんはいということで、今日はですね前回やった筋トレにハマるプレイリストあれがねもう大好評でもなくちょっと好評プチ好評プチですね、はい、思ってたよりリアクションがみんな あのコメ欄とかにこんなん待ってたとかドライブバージョン欲しいとかねああもうなんかいろいろあったんですよほんでまあそうなんやこれ需要あんのかと思ってプチねプチ需要あるということで今日はドライブもうこれドライブでこれ聞いたらもう絶対もう事故らんでいや事故るかもしれん逆にテンション上がってでもまあこれも、まあ、友達とでもいいし、まあ、彼女とドライブ行く時とか、まあ、バッチリなちょっと曲10曲ぐらい選びましたから行ってみます？はい。じゃあ今日は最高なドライブになるレゲエ特集これ10選選びましたじゃあもうこれも一発目はもう分かってると思いますけどもこちら D はい、でももちろん D ねこれもみんな知ってると思いますけどまあこれドライブの曲やもんなこれよく質問もらうのはもうこれ D ってドライブの D やから何の D 表だんえ動作イレブンの D ちゃうでいや何かないやちゃうよこれドライブの D でしょはいでまあこれ D っていう曲うまあちょうどこっからねちょっとこう始めさせてもらおうかなと思います。じゃあ2曲目いっていいですか？はい。2曲目はですね、まあこれはね、合うわ。こうドライブに。バランスのオリオン。で、まあこれ、バランスのオリオン、インフィニティと、ミンミ・テンフィードの。まあこれも知ってる人、ほとんど知ってると思いますけども。まあサザンビーチに連れてってって言ってるぐらいですから、もうドライブの曲でしょ、これ。サザンビーチって多分いろんなとこにあるんじゃない？大阪にもあるやん、サザンビーチって。で、これとかは湘南とかのイメージなんかな？知らんねんけど。多分サザンビーチって海多分いっぱいあるで。絶対あるやろ。俺ミンミン絶対サザンビーチ知らんと思うもん。テラも多分大阪のサザンビーチ知らんと思うねん。で、まあタクマもね、知らんと思うね。だからこれ多分ね、まあ大阪にもあるし、多分神奈川とかにもあるし、なんやったら新潟とかにもありそう。知らんけど。多分あんねん。サザンビーチっていうとこが、いろんなとこで。だからもうそこ向けでね、サザンビーチ行く前は。茅ヶ崎にあるんですね。ほら、茅ヶ崎。でしょ？大阪にもありますから。他にも絶対あるでしょ。わ、私も知ってますよってコメ欄に書いてください。ここもありますよ、サザンビーチ。めっちゃ来るかもしれんから。はい、で、まあ、これ行って、ちょっと耳流れですけども、まあ、これも、まあ、ハマるんじゃないかな？ドライブに。星のラブレター。これ、ミンミとペータマンのコンビというか、まあ、カバーですよね。カバーに、まあ、ペーちゃんが絡んでくる。ブームの、まあ、名曲の、ミンミが歌って、ペーちゃんが絡んでくるバージョン。まあ、これもハマるよね。ちなみにこれ、俺がやってないで。そうそう、それ知らんかったっすよ。あ、知らんかったん？これ闇でね、俺やったんすよ。こんなんもできるね。はい。まあ、それは置いといて。まあ、これもだから、ハマるんじゃないかなと思います。で、次行きます。はい、次はね、もう言うてもうてるけど、レゲエバスって言うてるだけありますから、タイトル。まあ、もうみんな乗り込んでこいよ、みたいな感じです。レゲバスはい。で、これがレゲエバス、ファイアボールの、曲で、まあ、いろんなアーティストが、いろんなで、まとめずに。まあ、いろんなアーティストが出てくるという、もうほんまバスのようにね、もうドライブしていきましょうよと、乗っかっていこうよ、みたいな、感じでしょうか。合うでしょ、ドライブに。そうですね。はい。ほんでね、次なんですけどね、まあ、これもね、ハマるんじゃないかと思いまして、ちょっと行ってみましょうかね。二人ワンマン。二人ワンマンで飛ばしていいさ。
はい、これりょうくんの二人ワンマン名曲ですね。もうこれなんか運転してる時さ、一人でも歌ってるやつおるよな。たまに俺車運転しててさ、パッて見たらめちゃくちゃ歌ってるやつおるもん。一人の方がいますね。ほんで目やってめっちゃ恥ずかしそうにするやつおるもん。だからこれとかも多分ね、歌うとこあるやん、わーいとかさ、あそこは多分ね、こう言うちゃうんですよ。これ隣の人に白い目で見られても歌い続けてください。はい、二人はまあで、6曲目はですね、これもまあ、同じ年代ぐらいなんですけども、マイティジャムロックの 2R Over ムービータゲン。まあ、これはまあ、鉄板というか、なんか、いいよね。イントロからね。もうなんか、バーン、バババーンみたいな、いけそうやん。ただね、今こう1,2,3,4,5,6曲やけどさ、これ晴れ限定やからな、晴れのドライブな、こう言うの忘れてたけど、これ雨降ってたらちょっとまたバイブスちゃうやん。もうみんなあの設定が晴れやからさ、雨の日ドライブせえやろ。もう雨の日ドライブするやつとか事故るからあかんで、あ、ほんで晴れの日ちゃえドライブは。ということで次、ずっと光る風に吹かれて視線と気持ちが、まあ、これはもうベスの代表曲でもあるずっとですね。これ別になんかドライブの曲ちゃうねんけどさ、これ結構なんかハマるなと思って、まあ晴れ渡る空とかさ、ハマるかなと思ってちょっと選んでみてんけど、はい。ほんで次、8曲目、8曲目はですね、ちょっとアポロなんですけども、まあアポロもちょっとこう外に出ようよみたいな歌が、まあやっぱキャンパーですから彼は、まあこちらもドライブにいいんじゃないでしょうか。ドゥーロード外へ飛び出そう、体なまっちまうぜ動き出そう、ドゥラー、いい感じですね、ドライブね、ハマりそうじゃない、うん、彼女と、もう今の選曲で言ったらもうこの後絶対スできるパターン入ってると思うね、絶対落とせると思うね、あかん、そっちのブレイキストになるわホテル行く前はちゃうか。まあでもなんかこう目的地にね行くまでにこういいバイブスでいけるんじゃないかなと。で9曲目なんですけども、まあ9曲目はね、そんなこれも別にドライブの歌ではないんですけど、結構個人的に好きなんでちょっと入れさせてもらいました。ラムヘッド One Way To Go。 もう進んでいくだけやで、いい曲、もう進んでいけるやん、もうどんどんこうもう行ってください。もうラムヘッドはね、隠れ名曲多いから、まあ、これもまあもうライムヘッドの名曲やけどさ、まあ、それこそ真夏のオリオンとかみたいにさ、一般の人が知ってるってことじゃないねんけどさ、まあ、レゲエマーケットの中ではもうこれビッグチューンやん。でも俺こういう曲ね、ちょっとあの一般の人とかにも聴いてほしいな、この歌、これ結構いい歌なんで、チェックしてみてください。で、最後です。はい、もうこれもうひっくるめて、こうやっぱドライブはもう旅みたいなもんですから、旅のために作った曲あるんですよ俺。そういや節、やっぱこれそういや節、これツアーの時に作ったじゃがだっけ。そうツアーの、縦横斜めだと、縦横斜めツアーって意味わからんやな。これまあツアーの時に作って、まあいろんなとこ行くし、そういう感じで作ってんけど、これ最後でいいですか。これでもうだいたい30分ぐらいが、30分あったらまあ京都まで行けますからね、大阪からやったらもう神戸も行けますから。でこれ2周回したらもう和歌山まで行ってますから、もう奈良なんかもう一瞬で行けますよ、関西からやったら。聞き終わる頃にはもう大阪からやったらもう関西制覇できますんで、これちょっとお供にあのドライブね行ってみたらいいんじゃないでしょうか。はい、はい、あのまたあの概要欄の方にリンク貼っときますんで、あの iTunes プレイリストでね、はい、あまたちょっと聞きまくったってください。でもう今からちょっと、まあ、秋入ってちょうどあの紅葉とかもね行く時や、もうちょうどえということで、これねあのまた、あそれコメント欄の方に私はこの曲もいいみたいなんとかあったら、あ逆おすすめ、逆おすすめプラスあとこんなプレイリスト欲しいとかね、あのそういうのあったらまたあのやりますんで、あのコメ欄の方もちょっと埋めまくってください。ということで今日はこんな感じで、あらっしゃー。